ソニーショップ生は店長の片山です。ソニーから発売になりました大人気のスマートスピーカー LF-S50G、 今日はこちらのお話をしていきます。お店でね、もう毎日これ使ってるんですけど、当然音楽を鳴らしたり Google アシスタントを使っていろいろおしゃべりしてみたりしてるんですけど、スマートスピーカーを使って他の電化製品を動かす、これがなかなか便利なんで、皆さんにちょっと紹介してみようと思います。インターネット、まあ、ルーター無線なんで、こちらのあのスマートスピーカーがつながってます。同じようにルーターからソニーの Android グラビア、こちらの方もネットにつながっております。こちらのテレビをスマートスピーカーで声で動かしていくというものになります。一番私が気に入っているのはやっぱり YouTube の起動です。 OK Google、 YouTube 再生して、リビングルームのテレビでおすすめの YouTube 動画を再生します。OK Google、YouTube ストップ。え、テレビに戻ります。 OK Google、 YouTube でソニー商品の動画、リビングルームのテレビで YouTube のソニー商品の動画を再生します。当店の動画が出てきました。本日は今回秋の新商品です。OK Google、 次の動画、100の光景、300になります。わからん、皆さんこんにちは。 OK Google、 ストップ。そしてイヤホンプレイヤー担当のマークでございます。よろしくお願いします。はい、初めてですね。今回はプレイヤー反応がちょっとだけ遅いけど、声で結構操作できるっていうのは素晴らしいなと思っております。あとこちらのテレビの操作ができるっていうのは音量の切り替えですね。ちょっとやってみます。 OK Google、 リビングのテレビの音量を上げて、OK Google、リビングのテレビの音量を下げて、2メモリずつボリュームが上がったり下がったりしております。やっぱり声で音量を上げたり下げたりすることはめんどくさい。やっぱり段階的に、もっともっと下げてとか、音量を30にしてとかっていうのがこれで動かせればいいんですけど、まだそこまでではないです。海外の方でしたらスマートスピーカーからソニーのアンドロイドテレビの電源を入れたり切れたりする機能がついたりしておるんですけど、今現在日本ではちょっとできてないみたいです。今現在は YouTube のみしかちょっと操作することができないんですけど、これからアプリの方も音声で操作ができるようになってくるとね、もっと楽しい商品になるんではないかと思います。期待しております。こちらのスマートスピーカー常時展示しておりますんでね、ぜひ遊びに来てください。当店は岡山駅西口正面にあります。もう分かっていただけるんではないかなと思います。お近くの方ウェルカムです。ぜひ遊びに来てください。今日は以上です。バイバーイ。